あ、お久しぶり。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。僕が今34です。34か。34です。はい。大人になったね。はい。やっぱりスーパースターだったんで、ハルさんって、うん。やっぱ怖かったですし、なんかハルさんの目の前でミスがあったらやばいんじゃないかなっていう恐れはありましたね。結構スマイルシーンでそうやって、D キューブからスマイルになって、はい、どんな感じで見てたのかなってまず、あんまり見てなかった。これなんか、俺が言うのはなんか違うと思うんですけど、ぶっちゃけ僕が思ってたのは、今から約10年前、ホストクラブの聖地歌舞伎町で数多の伝説を作り上げ、業界のトップに君臨したカリスマホスト香神春。当時18歳という若さでホストの世界に飛び込んだ彼は、瞬く間にその名を轟かせ、数々の脚光を浴びてきた。しかしそこから2度にわたり自身の店舗を出店するも経営に失敗。もう貯金自体もなくなって、はい、収入もないんで、持ってる時計も全部売って、そしてそんな彼は現在歌舞伎町で3度目の出店となるホストクラブスマイルの経営を行い、2024年4月からは42歳にして現役プレイヤーへの復活を遂げた。今もう自分がどの状態かというと超崖っぷちですね。もう底辺にいます。人生で一番ですね。僕その借金とかもしてこなかったんですけど、借金もそれなりにあって、今自分が経営してるお店ももうやばいですね。移転したんですけども、それもやっぱり拡大移転ではなくて、まあ、縮小っていう形で。どん底から這い上がるためプライドを捨て仕事に打ち込む彼は、ここからどのような復活劇を見せてくれるのだろうか。香神春完全密着。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はこれからどこに行かれるんですか。今日はね、もともと僕のところで働いてくれてて、はい、今は朝トップの、はい、ナンバーワンの、はい、主任の片桐涼河っていう子がいるんですけど、はい、まあ、その子とちょっと久しぶりに飯でも食おうぜみたいな感じです。僕が一番最初に、はい、独立したメデューサってお店のオープンスタッフが彼です。あ、そうなんです。結構長い間でいてくれて、はい、で今はその朝トップの方で頑張ってるんで、結構いい結果出してるんで、まあ、ちょっと久しぶりにじゃあ飯でも行こうぜみたいな感じで僕が誘ったって感じです。この日カメラの前に姿を見せた彼は、かつて自身が経営していたホストクラブの従業員との食事へ向かうという。そこで過去の彼について探るため、ホスト TV スタッフも同行させていただくことに。久しぶりに営業前だけどワインでも飲もうかなと。開いてるやん。こんばんは。あ、どうも。ありがとうございます。先に行って。はい。お久しぶり。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶり。はい。春社長の行きつけだというワインマルに到着し、中に入るとそこにいたのはトップダンディ朝トップで活躍するカリスマホスト片桐涼河さん。お久しぶり。お疲れ様です。お久しぶりです。通常月にナンバーワンで4桁オーバー、はい、かっこいいね。ありがとうございます。ようやくそこまで来たね。はい、はい、ありがとうございます。まずは5月度に1000万オーバーを記録した涼河さんに対して、祝福の言葉で乾杯を交わす春社長。そして元従業員との久しぶりの会話に彼の表情はほころんでいるようであった。いやーもうね、まあ、朝トップで働くって言って、はい、どうなるかなと思ってたけど、はい、マッチしたね。トップダウンの時はちょっとあれやったかもしれんけど、朝行って跳ねたね、はい、いや本当におかげさまですけど。おかげさまって俺何もしないやん。いやいやでも結局僕 の歌舞伎町のスタートっていうのが春さんの元なんで、やっぱそこで教えられてもらったものっていうのはでかかったと思います。うん、そう、朝行ってからの雰囲気っていうか、まとってるオーラが変わったんだよね。俺写真からでも分かるから。いやー、もうあんな朝みたいな時間働くすごいね。俺も絶対無理ですよ、ね、もう眠いだけやね。もう一回ね、はい、お祝いで行かせてもらったけどさ、はい、眠い。僕もその慣れるまで結構時間はかかったんですけど、この時間に営業がスタートするってなると、うん、まあ、そこに合わせて体を作るんで、うん、慣れですね。わかる。それ言ったらもともと2部やったからさ。ああ、ですよね。ちゃんと営業時間時刻が決まってるのはいいよね。だって俺らの時ってあれ気象庁が発表した日の出の時刻とかわけがわからない変わんねんね。毎日毎日ですよね。そう、はい、冬場は遅いし夏は早いみたいな、はいはい、
の今ぐらいはいいけど、はい、冬地獄って営業時間適当にやってたら日の出の地獄を3分過ぎただけで警察来たからえぐいっすねそれはいじめられてたよまあでもあれよね、はい、あのまあまあ年いってるはずなのに見えへんな努力してんだろうけどそれ言うと春さんの方が見えないっすけどね僕が今34です。34か34です。はい大人になったね。はい春さんこそ全く変わってないですよね本当に。進歩しないって言ったら違います違います。いや、まあ、一応45ぐらいまでやろうと決めてるから、はい、白が出たらやめようと思う。今何の今だと髪染めてるから分かんないだけじゃないんですか。違う違うない。ああすごいですね。その確認はしてるから。ああすごいですね。染めようが何だろうが入ってきたら分かるやん。毎日美容師が見てるから。はいはいはい。45まで持ってほしいなと思ってるけど、まあ、はい、生えたら生えたよね。まあそうっすね。生えたら引退しよう。白が生えたら引退ですか。なんかいいよねこの、はい、もうある程度付き合いも長いのにこの涼がの緊張してる感が、はい、いやしますめちゃくちゃ緊張します。いや待って冬商売長いやんかお前。僕はもう14ぐらい、13、4ですね。13、4ぐらいやっててさ、はい、緊張とかいります？いや、これはあるんですよ、理由が。その地元の先輩はいつでも怖いみたいなノリなんですけど、例えば今僕34歳で、うんうん、どっかの店舗のお偉い様と会っても緊張はしないんですよ、うん、でも僕って本当に歌舞伎町出てきて僕が両組だった頃から、うん、その春さんってグループナンバーワンだったわけですよ、うんうん、何歳になっても多分緊張はします。僕がはい5年後でも春さんは一生緊張すると思います。いろいろ思い出すけど、はい、龍馬にめっちゃガッて言うこともなくない？俺一回もないです。ないよね。はい、逆に僕もなんかこう春さんに対して何かあったとかは一回もないです。それはもう声荒げたこともないし、ないです。引っ張られたこともないし、いやそれは過去にそういうやついたけど、言うとくせよね、そう考えたら。僕はハルさんにビビってましたね、常々常々ビビってました。これハルさん覚えてないと思うんですけど、その僕が当時ハルさんの、まあ、お店で寮だったんですよね、一番最初、うん、それは覚えてるよ。 で結構な熱を出して、まあ、寮で寝込んで休んでる時にハル、うん、さんがこうお見舞いに来てくれたんですよ、うん、で寮がこれ飲んだら元気出るよみたいな、それ渡してもらったものがウイスキーだったんですよね。それパワハラってやつやね。ああこれいや当時の話ですからで僕寝てたんですけど寮が起きてみたいな、これ飲みなって、で はいってウイスキーじゃんっていう、しかもロックでしたからね飲まされたと言いますか。寮名酒とかじゃなくて？違います。はい、完璧なあのウイスキーです。よくないな。いや僕は嬉しい思い出ですよ。はい、多分その時まだ30だったら29ぐらいのかな。だもんな。嫌なやつ自分がね共に働いていた当時を振り返り、思い出話に花を咲かせる2人。そしてそんな中、ここで涼雅さんから当時の春社長についての印象が語られる。完璧主義者っていうイメージはありました、うん、でやっぱりスーパースターだったんで春さんって、うん、やっぱ怖かったですし、なんか春さんの目の前でミスがあったらやばいんじゃないかなっていう恐れはありましたね。その中で一緒に働いていくうちに、そのまあ恐れって部分はやっぱ減ってくるんですけど、春さんってまあオーナー業やりながらで、テーブルも回りながら運営とも密に関わるわけじゃないですか、うん、春さんってこうどこにでもいる感じがするんですよね。もう全部自分で見たい完璧主義者、やっぱさっき言ったんですけど、そういうイメージはでかかったです。なるほど。ここまで久しぶりの再会に熱が入り、お酒と会話が進んでいく2人だが、ここで春社長が涼雅さんに対してある質問を投げかける。まあさておき、はい、結構スマイルしんどそうやったやん。 DQ からスマイルになって、はい、どんな感じで見てたのかなって、まず店舗を、まあ、あんまり見てなかった、自分のこといっぱいか。あのいや、ずっと見てます。これなんか俺が言うのはなんか違うと思うんですけど、こうぶっちゃけっすか、ぶっちゃけ僕が思ってたのは、次回どん底の渦中である春社長に対して涼雅さんがある思いを語る。勝手に春さんってプレイヤー戻ったらまあ1000万とか楽勝なんだろうなって勝手に思っちゃうんですよ。なかなかその理解できないですね。あの